ハウルの動く城作家はダイアナ・ウィン・ジョーンズ翻訳は西村淳子第一章ボシアの跡取り娘インガリの国には 昔話でおなじみのシチリンググッズや姿隠しのマウントが本当にありました。そんな国で三人兄弟の一番上に生まれるとはなんてついていないんでしょう。もし兄弟が運試しに出れば昔話にある通り長男や長女が真っ先にそれも 手ひどく失敗することぐらい、誰だって知っていたからです。ソフィー・ハタは三人姉妹の長女でした。せめて貧しい木こりの子なら、少しは修正の望みもあったでしょうが、会いに行くそうではありません。両親は裕福でガヤガヤ町、 という賑やかな町で女の人向けの帽子専門店を営んでいたのです。もっともソフィが2歳。妹のデッティが1歳の時に母親が死に。父親は若くて金髪美人のファニーという店員と再婚。 生まれたのが三上のマサでした。こうなるとソフィとレッティが醜いお姉様になったとしてもおかしくないのですが三人とも綺麗な娘に育ちました。でもとびきり美人だねと誰もが褒めるのはレッティです。 母には娘たちを分けだってなく扱え。マーサをエコイきする様子はありませんでした。私はたしは三年の娘がご自慢で町一番の学校に問わせました。ソフィは妹たちより努力系で読書に励みました。 その結果分かったのは、頂上の自分にはほとんど成長する見込みがないということでした。ソフィーはがっかりしましたが、次回が来たら、運試しに行くはずの末子のマサを仕込むことを生きがいになりました。ファニーは店だけで手いっぱいので、 妹たちの世話はソフィーの役目でした。二人の妹は何かというとわめき合いや髪の毛のつかみ合いややらかします。レッティは次女でソフィーに次いで成長する見込みがないのに夢がつててきれないのです。ずるいわよとレッティが叫びます。 末の子だけで、どうしてマーサーが修正するわけ今に見といて、こっちはお子様と結婚してやるこれに対し、マーサーは決まって、あなたなんか誰とも結婚しなくたって、ものすごい金持ちになるもん、と言う返すのです。特組合いの後は、ソフィーが二人を引き離し、 破れた服を作ろうってやると決まっていました。ソフィは針仕事が上手で、いつの間にか妹たちの服もソフィが仕立てていました。この物語が始まる前年の5月祭、ソフィがレッティに作ったシンクの服は特に素晴らしい出来事で、シュート・キングスベリー いい高級な店であつらえたみたい。とファニーにほめられたほどでした。さて、この頃、ろ、ちまたでは再び荒地の魔女の噂が聞かれるようになりました。何でも荒地の魔女がお嬢様の殺してやると脅したため、王様は王室継ぎ、 魔法使いサリマンに荒れ地へ赴いて魔女を始末しろとお命じになったそうですところが魔法使いサリマンは魔女を始末し損ねたばかりか逆に殺されてしまったらしいのですそんなわけですからそれから数ヶ月後に ガヤガヤ町の北にある丘陵地帯に突然性の高い黒い白が現れ、四つの高い戦闘から黒煙を黙々と吹き上げたとき、人々は魔女が荒レ地を離れて、この国を我が物に焦とたく企んでいる。と信じ込んでしまいました。 五十年前にも魔女はそういう動きを知ったのです。誰もが心底怯えました。一人で外出する者は減り、特に予感は人通りが絶えました。もっと始末に追えないことには、この城は一ところに留まっていないのです。ある時は、 北西の丘陵自体の奥まで遠ざかり縦長の黒い染みにしか見えなくなるしある時は東の岩山自体に移動し岩の上にそびえ立つかと思うとぐっと下へ降りてきて町の来たはずれにある農家の芽と花の先の ひすの茂みに鎮座するのです。運が明ければ、先頭から薄汚れた煙を吹き出しながら、白が動いているところを目撃するかもしれません。しばらくの間、谷間のガヤガヤ町では、白がここまで降りてくるに決まっているという噂で、 持ちりりになりまし町長々は王様への救援依頼を考えているという話でした。けれども、シロは町の周りの給料自体をうろつくだけでした。やがて、シロの持ち主は魔女ではなく、魔法使いハウルだということが分かってきました。魔法使いハウルだって、 悪名高い人物です今はまだ丘を離れる気配こそ見せていませんが、ハウルの趣味が若い女性を捕らえ、その試しを抜き取ることだというのは夢だったからです。い,いえ、娘たちの心臓を喰らうのだという人もいました。ひどく冷酷で、 無慈悲な魔法使いであり、一人きりのところを捕まった娘は絶対に助からないのです。ソフィもデッティもマーサもガヤガヤ町の他の娘たち同様、ま、一人歩きをするなと厳しく言われましたが、はっきり言ってこれは迷惑な話でした。三年は、 娘の試しなんか集めたところでどんな使い道具があるのかと不思議に思いましたところが間もなく3年ともそれどころではなくなりましたというのもちょうどソフィが学校を終える年はったしは休止したのですついで初学したのは はたが娘たちをずいぶんあやかしていったことでした。うは娘たちを学校へやるために多額の借金を残していました。葬式が終わると、ファニーは店の隣にある住まいの居間に腰を下ろし、娘たちに今後の話をしました。